に人気コーナー、タクオのツボ。さあ今日もたくさんのファックスメールいただき誠にありがとうございます。ありがとうございました。今日もですね、あのプリンターがカタ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 、ね、プリンターがちょっとダメなんじゃないですか、ね、ちょっとプリンター働かせすぎなんじゃないかって、ね、みんなで今話し方でした、はい、言ってあ言ってない言ってない言ってない、はい、はい、今日もいろいろいただいております。タコのツボをおっしゃったもの、ここからはユーストリームでもお楽しみいただけます。まずはごめんなった申しさんからいただいております。物臭な性格の私は歩かなくても良さそうなのでセグウェイが欲しいなと思っています。いつかセグウェイで高槻側に行って MBC さんの周りをぐるぐるしてみたいです。セグウェイでずっと回ってる、怪しい人ですよね。その時は美坂も乗せてあげるね。本当、あれセグウェイは道路に乗れないのかな。あー、実機ショー。美坂は何が欲しいの。リクエスト、雪が降るアダモステっていただいてます。アダモステじゃないです、アダモです。あ、アダモステはペイの方です。アダモちゃんペイの方でございます。オバンガールさんからいただいてます、はい、お二人さん、桃江ちゃんの歌の時から聞いています。今日桃江ちゃんの歌かけてないんですよね。ほう、はあ、夜勤明けで寄り道してカンボシ大根をつけようと買ってきました。一気に食べて胃をまくじらないように気をつけようと思います。桃江ちゃんの歌を聞きたいので森雅子さんの北風の朝をお願いします。どういうことですか。うん、分かんないですね。理解ができませんが、うん、森雅子さんの北風の朝、すいません今日はかけません。お許しください。リエのハートにキックオフに送ってこられたんですが、こちらに送られました。こんにちは、今日はサッカーの大事な試合が行われますね。ガンバ大阪と山形の対戦です。僕はガンバを応援します。ガンバだけに頑張って。ちなみに三坂アナはなんでガンバのファンなのですか、教えてください。ラジオネーム僕の股間にキックオフという方からいただいてますけど、どうですか三坂アナ。答えたくありません。そうですか、ですね。あなたこれ私が読めると思ったんですか。何をもってこのラジオネームにされたのかは知らないですけど、このラジオネームですと永久にこのコーナーに回されます。どんないい内容でもこのコーナーに送られます。僕の股間にキックオフは他のコーナーでは読まれません。はい、ラジオネームアクネミナトの飛猿さん、僕の10個ぐらい先輩の方ですね。タクちゃん、ミサカちゃん、ヨネちゃん、こんにちは。プレゼント希望チマチュって書いてました。、はい、赤ちゃんを演じればいいというわけではありませんのでね。赤ちゃんを演じるとですね、読まれるってもんではないです。はい、ラジオネーム通りすがりのものさんからいただいてます。タクちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日のテーマはものですね。ものといえば何、何といえばあれ、あれに自信が持てれば戦闘でも堂々と振る舞えるのにな、どうにかならんもんですかね、ということでいただいておりました。銭湯では別に隠さないんですか。俺むしろ堂々とね、タコスカイツリーよ。すごい、そういうこと言って、温泉入りにくくなりません。あんだけラジオではこう、タコスカイツリーだどうのこうのって言ってたのに、スカイツリーだ、おばさんのスカイツリーだ。まあなるでしょうね。おばさんのスカイツリーだって話してるんですよね。お土産のチョコレートね。はい、悪ふざけはここまでです。いやいやいや、次はねちょっと真面目な話、はい、ちょっと真面目な、本当ですかこのコーナーで、はい、今日の物欲の話をと思ったら皆さんに先を越されてしまったので、何かないかなと探したらありました。はい、新日本プロレス大復活の物語です。かつてアントニオ猪木氏が立ち上げ、2000年代には格闘技ブームに押され危機的運営状況に陥るも、2012年親会社の交代により奇跡の復活。その物語はハードな内容しか掲載しないことで有名な経済誌週刊ダイヤモンドの最新号に特集されていたことです。すごいですね。千年に一人の逸材棚橋博士に、そのライバルにして金の雨を降らせる男ことレインメーカー岡田勝司か。二枚看板をはじめとして物語を作ってきた男は星野一男です。あとはたくちゃん熱く語ってやってください。いやいいです。いやいい。いやあのね90年代ね、
全ドームツアーとかいうのを毎年やってたんですよ、うん、それぐらい流星を極めたんですけど、総合格闘技というのが来てプライドとかですね、K-1 とか来てどん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 人気が、ね、落ちていったんですよね、うん、で2010年大屋会社が、はい、ゲームソフト会社に変わったわけですよ、はい、新日本プロレスが変わったんですよ。そしたらそこから飛躍的にまた持ち直したんですね。なんですなんです、それはすごい、まあ、やっぱ岡田和彦ドラマがあるんですね、金の雨が降るぞって言ってですね、金の雨が降った、レインメーカーね、金くれみたいなんですね。はい、ぜひ皆さん、なんでこの流行語大賞に選ばれなかったのかとですね、金の雨が降るぞってなんか景気も良くなるじゃないですか。聞きました、はい、毎週土曜日聞いてたよ俺、ここだけね、え、毎週土曜日の夜中、毎週土曜日の夜中も見てたよ、それはユーストリームで見てたんです。あれなんかな、なんかな、ラジオネームジョンノレンさんからいただいております。鹿児島の誇る天才タクちゃん、あの褒められた、本物が分かってるなこの人、タコスカイツリーの持ち主でもございます。いつも美しい美坂さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ラジコプレミアムで聞いてますよ。わー嬉しい。青タクを聞く時の正しい姿勢、真っ端で聞いています、うん、この方三重県から送っていただいてます。三重県でただいま真っ裸でこの番組を聞いてる方が一人いらっしゃいます。さて、美坂さんはお昼におにぎり5個をカバのように平らげると鹿児島の友人から聞きましたが、誰が言ったんですか、そんなこと本当なんですかって聞いてます。それはタクちゃんが言ったんですよね、テレビの鹿児島四時の中で、はい、タクちゃんが打ち合わせの時におにぎりを食べてる姿を私がこう見てたんですよ、うん、あ、写真があった、見てただけなんですよ、はい、それで美坂さんが5個っていう台本が仕上がってたもんで、仕上がってないですよ、絶対言ったんでしょ、勢いに乗って、だからカンペでおにぎり5個って出てたもんで、カメラにして、あのおにぎり5個の下り欲しいって書いてあったんで、ちょっとすいませんね、まあごめん、本当美坂さん5個は食べないですね、だって三重まで知れ渡ってるじゃないですか、そんなこと、いや有名人、いや有名人、全然嬉しくないですよ、羨ましいな、カバのようにとかおにぎり5個とか、カバとスカイツリーでお送りしておりますカバとスカイツリーでお送りしております、どうぞ、スカイツリーはいいですよ、まだ日本一の高さですからはい、よろしくお願いします。カバは嫌でしょ俺顔が赤くなってきちゃった、なんか自分で言ってるうちに、どうもいどうもいどうもい、はい、いくよ坂ちゃん、もう終わったこといつまでも言わない、いや岡本さんからいただいてます。岡本さん、この間渋谷のね有明祭に来てくれたんです、岡本さん、どんな方でした、サングラスをかけていらっしゃったね、本当にサングラス、有名人になっちゃった、そうそうそう、本当にサングラスをかけた、あ、スターなんだなと思ってね、岡本、あてゃ岡本やっとんから、こないだゾンビンパトロールにな、よしきくんが心配じゃーち、リカちゃんも手のん来たと、あ、よしきくんっていうのは新婚のね、あの、ね、リカちゃん、リカちゃんとよしきくんは新婚の夫婦なんです、はい、手のん来たと、あけみちゃんが、リカちゃん、ゾンビが出たち、おいがうなーち、もくろいき食わすんで、食らわすんで、心配しちゃんな。おいもわけころは、記憶のキラーカンチ、呼ばれちゃったな、と。記憶のキラーカンチ、キラーカンってわかります？キラーカンわからないです。あ、モンゴリアンチョップで、アンドレザジャントのですね、はい、足をへしょったっていう、はい、キラーカンって言ったんですけど、はい。おいが、あけみちゃん、リカちゃんが言うな、無勢娘がキラーカンをしちゃいもんや、ちゅうたぎな、リカちゃんが。知ってますよ、DVD で何回も見ました。え、私の元彼がプロレス大好きで。あら、いや、パパがプロレス大好きだったんです。リカちゃんにも過去があるんですね。アンドレオニードロップでワイガウナーチ受けたレスラーですよね合ってる情報として合ってるです、あの瞬間はすごいです。タイムリーで見てたアキミさんが羨ましいな。やっぱりモンゴリアンチョップですよね。リカちゃんが熱く語り出したわけ。うん、おう、おしゃいな。それでリカちゃんが重心サンダーライガーって中は山田ですよね、ちゅたぎな。甘い香りがしてきたわけ。三五十五してから甘い香りが、なんつはならん数になっせえな。よしゆきくんが、あけみさん、またへをひりましたね。いい加減にしてください。はらけますよ、ち言うたこんなら。ご無礼さあね、よしゆき。わや生まれてからへをひったこっちゃねえが。へをひったこっちゃねえが。岡本さん、おまんさあちゃんとか。んにゃ、かくせど。くせもくせ。岡本さんならよく食っちゃったな、ち。下着なおいが、岡本さんね。はい。おいじゃねえちゅうよ、よしゆきくん。知れしちょっとん。お前じゃ、いや、お前じゃらせんや。人に貸すとかいっぱいかんたっと。にゃっこいかん。くせ、くせど。よしゆきくん、食い間を止めや。雨が終わりだ、来た。外に出らんな、消しんど。
ゆたこんならもう消しの積んでんだよもう。ゆたこんならリカちゃんが小さな声ですいません私です、あら熱くなりすぎちゃってち下を向きながら言うたわけ。リカちゃんなげんね買ったみたいでな、グラシがち思っておいとあけみちゃんがブリッジへを行った優しさなんですねよしゆきくんがヘロヒンなーち腹け窓を開けたこんならあろそなこっかよ、カメムシが突っ込んきっせえな最悪だおいとあけみちゃんのへのかずんカメムシのかずんでわってこちなっせ、あけみちゃんがバタゴロせえな、んにゃこやっせん、よしゆきよしゆきラッキョウカメイチタッパーからラッキョウ出したと、よしゆきくんがラッパーくラッキョウくなっちよタッパー閉めろーち腹けた、食い真ん中はちょっとした異臭騒ぎ、ゾンビどこじゃねかったがよーち、おいたがやいといがおもしてかったとかしたんどん、リカちゃんが悪でけっせえな、リカちゃんに笑顔が戻ったちゅわけで今日の相談はおいもてげてげのイオ釣り部に入ろうじゃったと釣りがあるね、釣りがあるね、入会金はどひこばっかりやろかいち相談後はしたよろ頼みあげもんでちゅうことですね。まあなんだかんだね教訓の皆さん仲いいですね、本当なんかこう、うん、助け合ってます ね、 ねだからちょっとね変な風がしたら、うん、他の皆さんもその風を消そうとやっていただくというなかなかできないよね、このねできないできない、まあ、だからリカちゃんがいい子なんですよきっと、そうだろうね、うん、でも元彼がいたんですね、うん、でもプロレス好きな、うん、でもリカちゃんぐらいのいい子だったらプロレス好きはほっとかないからねリカちゃんぐらいのいい子だったらプロレス好きはほっとかないし、あなんだ、そうなんだ、プロレス好きはなんかハイクオリティなんですね、こうあーちょっとうるさいようるさいちょっとうるさいよちょっとね、まあうちの嫁もいろいろわかると思うけどねなるほどなるほどね、はい、うん、はその通りです、いやいや真冬に咲いた心がホッとなるいいエピソードでしたねあれあれはいはいはいそんないいエピソードで怖い、油断できないね、うん、ゾンビから来てます怖い、はあ僕ゾンビ一回死んでます MBC 鹿児島4時の忘年会にいつ誘われてもいいようにでしたね、はい、マイケル・ジャクソンのスリラーの練習をしているとあんたもう本物だからね、リアルだリアル本物のスリラーだ本物のスリラーだ、そうかこれか、公民館で手作りの結婚式をしていました、へえ、こっそり眺めていると新婦さんが幸せそうに笑っていました、かわいいな僕も結婚できるかな、福山雅治だって結婚できないんだからいや多分あれはしないんだと思うんだけどな、僕にもチャンスがあるかな、新郎さんが羨ましい、いいな僕もあの世にバージンロード柳さんといただいてますね、まあ、確かにバージンロードですね、まだそうですね、あの世の道は歩いてないですからね、そうです、はい、ぜひ赤い道を歩いてください、鹿児島での忘年会は、ね、いや知らないですけどもね、ええ、で岡田さんに聞いて、じゃあ選挙が終わったらあるんじゃないですかね、あなるほどね、なるほどね、どうでしょうかね、みんな今忙しい時期ですからね、はい、さあそしていよいよ最後です、ラジオネーム私は人ではない、タクオの壺大渋滞のためリンリンにお知らせのコーナー宛てと送られましたがまたこっちに送ってもらいました、戻ってみて、差し戻された感じですね、着信拒否でした向こうは、差し戻しです、着拒です、はい、ここでまたもう一回審議をかましますタクピーリンリンこんちくび、これをお知らせのコーナーで読む予定だったんだ、読まないよ、先週からタクオの壺が全国放送されて今まで県内の皆さんに見られていた私人の全裸を全国の皆さんに見られている気分ですいや県内の皆さんもあなたの全裸は見てないし全国の皆さんも見ないです、今日も全裸で正座の7時間弱でございますといただいてます、はい、中来てください、風邪ひきます、本当に風邪ひきますだけどもだけど今日は息子も一緒に聞いていますよ、息子も全裸でチンチンカッカしています、息子がチンチンカッカって変な意味じゃないですよ、あの全国の皆さんに申し上げますがチンチンカッカというのは鹿児島弁で肩車のことをチンチンカッカというんですよ、それを全裸でされているということでですね、息子さんのですねそれもそれで変ですね全裸で親子でというのはですね、下ネタ大好き私は人ではないです、今日のテーマ何でしたっけ、わからないや、
わからないときは話を書いて、今日はオタク今年の漢字一文字発表でしたね。違う違う、全然やってないです。今年の漢字はジャカ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 欲です。人間には三大欲というものがありますね。一つ目が性欲、二つ目が一つ, つ目が性欲、一つ目が性欲、二つ目肉欲、三つ目はなんだったかな、来週のリンリンに教えてのコーナーで取り扱ってください。扱いません。あ、テーマ思い出した。テーマは確か物、物といえばここで行く、最後の一行なんですが、この一行はですね、割愛して、はい、ユーストリームで、ああ、はいはい、大事なの、はい、はい、ユーストリームでご覧ください。一行入ってますか。はい、ご確認ください。もうくだらねえ下ネタが書いてあります。多分ユーストリームをこのために見た方は、ああパソコンを起動して損しちゃったって思うと思います。はい、 OK でーす、 OK でーす。以上、不定期なのに人気コーナータックオのツボでした。